県はきょう奈良市と共同で記者会見を開き2031年に開催予定の国民スポーツ大会の陸上競技の開催予定地を鴻池陸上競技場に決定したと発表しました山下知事はこれまで橿原市で計画されていた新たな陸上競技場の建設を中止し既存の施設を活用することを表明していました県と奈良市はきょう奈良市にある鴻池陸上競技場を 国民スポーツ大会の陸上競技種目の開催予定地とすることを決めたと明らかにしました一方で開会式などを行うメイン会場の開催地は未定としましたこのほか県は奈良市七条町にある県立奈良養護学校について施設の老朽化などを理由に移転建て替えを行うことを明らかにしました 七条地区は市の新しいごみ処理施設の有力な建設候補地となっていて周辺住民の一部が予定地の近くに学校があることは校外調停に違反するとして建設に反対していました今日の会見で中川市長は互いの懸案事項が解決できたことは嬉しいと思うと話した一方で記者団からバーター交換条件だったのかと問われるとバーターではないと否定しました